はい。おはようございます。ワイプリの最後の日常でございます。今日もちょっと久しぶりに暑いですね。まあ朝がちょっとまた眩しい感じがしてます。ですね。もう11月の20日。もうあと10日で今年も最後の1ヶ月になりましたね。まだまだちょっとやり残してることは残念ながらありますが。まあ、少しずつでも、片付けて、なんとかね、行きたいと思います。まあ、なるべく早めの掃除を心がけて、頑張っていきます。はい。今日、元気に、さよなら。ありがとうございます。スーパーサヤマ人、サヤプリ、サヤマ茶でいつもハッピー。第二のふるさとさ、山を背